やばいやばいやばい、やべえ、やべえ、いやマジで危なかった、よかった、頭ちゃんと装備しといて。はい、というわけでやってきました。今回も4月のセリアさん新商品ということで、またね去年に引き続きやらかしてくれました。セリアさんありがとうございます。はい、じゃあ今回はねここにいろいろ並べてみましたけど、この4月になるとキャンプに向けて続々と新商品を出してくれるという、あれもこれもそれもどれも全部100円っていうね、恐ろしいことになっています。というわけで、ね、今回 もう僕がまとめてざーっとね説明させていただきます。これだけ量あるんでね、中まで細かくは紹介できないんですけど、どんな商品が出るかこの動画だけを見ればバッチリ全部押さえることができますので、ぜひ最後まで皆さんチェックしていってみてください。というわけで行ってみましょう。はい、まず気になる商品から始めていきたいと思います。最初に僕が一番気になった商品こちらです。スリムスティックライター、ガス充填式ってことで、収納しやすいスリム型形状、女性でも軽い力で着火しやすい、お部屋にも馴染むカラーリング。なんだこの細いライターは、もうバイク乗りには最高の形状じゃないですか。じゃんコード。サイズは約縦が 1.8 センチ、横が 1.5 センチ、高さが21センチあります。でここがスイッチになっていて、実際に着火してみるとポンと、はい、普通のライターですね、ターボライターとかガストーチみたいにボーっと、ね、勢いよく出るタイプの炎ではないんですが、これめちゃくちゃ便利ですね。なぜならさっきも言いましたが、この後ろの部分からガスを充填できるということで、ライター専用のガスを入れて充填してください。ちょっとこれ手ね汚くてすいませんね、これ自傷行為とかではなくて、ちょっとこの間キャンプ行った時にね、あの敵にやられました。で着火するときここのスイッチが非常に軽いです。まあ、軽いといっても赤ちゃんとかお子さんが簡単につけれるような重さではないので、その点は安心して使えるかなと思います。で色は2色あるんですけど、僕はこちらの色を選んでみました。まあ、気に食わないという方は塗装してかっこよくして使ってもいいのかなっていう、カスタムしがいのあるライターかと思います。それでは次、はい、お次の商品はこちらです。卵型液体調味料ボトルと卵型スパイスボトルということで、液だれしにくいボトルと、あと3つ穴形状のスパイスボトルになっています。卵型液体調味料ボトル、ジャンコード。卵型スパイスボトル、ジャンコード。スパイスボトルなんてもうどうでもいいよと思ってる方たくさんいるかもしれないんですけど、ノンノンノン、これはね本当にすごい。なぜなら卵型なんです。はい、開けてみるとこんな感じですね。どうでしょう、本当に卵の形で、上にキャップがついてます。でキャップの色が赤い方がスパイスボトルで、キャップの色が黒い方が液体用になっています。でキャップについてはネジ式になっているので、半時計回しにくるくるくると回してあげれば、ほらこうやって開きますねと。こちらのスパイスボトルも半時計回しに回してあげれば、こんな感じでさささっとかけれるようになってますと。でじゃあこれどうやって使うのっていうと、はい、こちらの卵運搬用のケース、ダイソーさんでもセリアさんでもね売られていると思います。2個タイプと4個タイプ、どちらでも使えるんですが、これをピッとセットしてあげると、なんとバッチし、はい、卵のように入れてあげることができると。はい、蓋をしてみるとこんな感じ。はい、もうこれでキャンプにすぐ行けます。卵だけ食べとけば生きていけます。まあ、スパイスボトルなんてもうたくさん持ってるからいらないよっていう方たくさんいると思うんですが、この形すごく可愛いし、100円なので買ってもいいかもしれません。まあ、いらない方はね買わなくてもいいと思います。はい、次、はい、次はこちら、吊り下げストラップ付きのメスティンカバーということで、色は3色あります。はい、じゃんコード。メスティンカバーはねもういっぱい使ってる人いると思うんですけど、なんかねいまいちメスティン入りにくいぞって感じる方いると思います。それを見事に解消してくれたのがこのメスティンカバー。そして特徴的なのが吊り下げフックがついているということ、さらにマジックテープになっているので、メスティンをパッと出してパッとしまいやすいっていうのが一番の特徴になっています。実際にメスティンを入れてみようと思うんですけど、僕もこんな風にねメスティンカバー使ってます。これもセリアさんのやつですね。この取っ手の部分をしまおうとするとなかなか入りにくいし、こうやって出してしまってるんですよね。そうするとどうも収まりが悪いっていうことで、実際にこのメスティンカバーの方に入れてみましょう。はい、開けます、入れます、くるくるくる丸めて終わり、これで OK です。あとは吊り下げておけばいいと。もう超簡単ですね。出す時も超簡単で、もうメスティン出してくださいって言われたら、もうすぐパン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 パーンとね出すことができるという、これはね僕すごくいいと思います。もちろん100円だし、色もねすごいかっこいいです。これなんかちょっとねコットンっぽい作りなんですけど、材質はポリエステルでできてるんですね。で入りやすい秘密としては、この後ろにねしっかりマチがついていますし、入り口が大きく開くし、ベルクロがついているっていうので、もう本当にねこれメスティン使ってる人には超超ありがたいアイテムになると思いますので、気になった方はチェックしてみてください。じゃあ次、はい、お次の商品はこちらですね。アルコールストーブや固形燃料のごとくに使えるフォールディングミニトイレット、ジャンコード。材質はステンレススチール、サイズは縦が7センチ、横が 21.3 センチになっています。
まあ、これに関しては皆さん動画見てね、いろいろ勉強されてる方たくさんいると思うので、まあ、なんちゃことない商品かと思うんですけど、コンパクトで軽量でめちゃくちゃいいんだけど、風がある時は使えないっていうね、そこがちょっと残念なところ。ここに関してはあのプレートみたいのついててもよかったのかなっていう気もします。はい、実際にセットするとこんな感じで、この上の部分にね鍋が置けるっていうような形になります。ただね、これ風の強い日はピューンって風来てすぐフーンって消えちゃうんで、別に風防を用意してあげなきゃいけないっていうのがちょっとデメリットです。まあ、ただそれに関しては周りから木の枝拾ってきたりとか、なんか物でね風を防ぐっていう方法もあるので、ただ使うだけならこれでも十分だと思います。はい、次。はい、お次の商品はこちら、太陽台スピット。焚き火台での調理に便利っていう、要はあのピコグリル的なやつにつけるごとくになります。えっちゃんコード。あと他にもこっちがね串のようになっているので、お肉とか焼くときにここにねウインナーを刺したり、お肉を刺したり、野菜を刺したりして、あの串のように使うこともできるっていう、そんなごとくになっていますね。まあ、これもねシンプルな作りなので特に説明することはないんですけど、気をつけなきゃいけないのは、この一方には横に渡す鉄がついてるんですけど、もう一方の方にはこれついていないので、ガタッとね落ちる可能性はあります。まあ、今五徳の本数が足りないよとか、五徳壊しちゃったよっていう人はこれスペアとして購入してもいいんじゃないでしょうか。なぜなら価格が100円だから、もうそれだけです。はい、お次の商品はこちらです。こちらの名前はメスティンラージサイズ用ボードということで、ラージサイズのメスティンに入るまな板になります。材質は竹でできているようですね。はい、ジャンコード。はい、実際にラージ用メスティン持ってきました。このラージサイズメスティンはダイソーのやつですね。入れてみます。入らないっていうことで、これはなんと100均にあるラージサイズ用メスティンのところには入りません。何に入るかっていうと、あのトランギアのラージサイズのメスティンに入るんですね。なんでこれは入るようにしなかったのか、これはねセリアさん、ダイソーさんに対しての恨みが何かしらあるのかも分かりませんけども、というわけでこちらの商品削ったりなんだりすれば入るんですけど、あのもしトランギアのメスティンを持っている方はこのラージサイズのまな板いいんじゃないかなっていうのと、あとね単純にこの映える大きさで、あの普通のメスティンに入るサイズのまな板では小さすぎるっていう方にはこれちょうどいい大きさなんじゃないかなと思います。他にもサイドテーブルに使ったりとか、ちょっと地面に置いて使うっていう使い方もありだと思うので、いろいろ使い方考えて編み出してみてください。じゃ実際のサイズどのくらいかっていうと、本品のサイズ約 18.5cm×12cm ですので、お手持ちのメスティンサイズをご確認の上ご購入くださいという注意が書いてあります。皆さん注意してください。次。はい、お次の商品はこちらです。はい、こちらはベルト付きでジョイント可能なカラビナキーフックトライアングルベルト付きっていう、はい、じゃんコード。カラビナの方は 5cm×5cm の太さは約 0.7cm で、ベルト部分長さが約 7cm の幅が約 3cm っていうようなベルト、色は3色展開されています。でここベルトになっているので、ハンギングラックにつけたりとか、リュックにつけてみたりとか、車のトッカーにつけてみたりとか、ロープにつけてみたりとか、いろんなところにつけたりすることができるカラビナになっていて、しかも何が今までのと違うかというと、カラビナが太くてしっかりしてるっていうこと。だいたい安いカラビナだとこの可動部分ですね、ここがね横にずれたりしてすぐ壊れちゃうようになってるんですけど、これかなり強力に作られています。なので安心感が全然違うっていう感じですね。こういった商品が100円で出てくれるのは本当にありがたいです。カラーバリエーションも豊富なので、自分のキャンプサイトに合った色のカラビナを購入してみましょう。次。はい、お次の商品はこちらのマルチホルダーフック。こちら2色展開されています。でこちらの商品は何に使うのかというと、これボタンがついていて、これもハンギングラックとかリュック、カバン、いろんなところにつけることができるホルダーになっています。でこのベルトの先端部分はこういうゴム紐になっていて、こういうストッパーもついているので、いろんなものを引っ掛けることできるんですけど、大体みんな挟むのがこういうグローブですね。キュッと下をギュッと縛ってあげれば、はい、こんな感じでグローブを吊るしてあげることができるという超便利アイテムですね。これはね腰から吊り下げてもいいし、僕はリュックにつけたりしたいなっていうふうに思いました。はい、もう動画見てくださった方もたくさんいると思うんですけど、僕この間ね100均のキャンプ行ってきて、さらにこのカバンと中の装備見直して超バージョンアップしました。その中の一つにこれ見てください、グローブ引っ掛けるようにしました。でこのグローブ引っ掛けるところね、何使ってるかというと、これダイソーさんの商品なんですよ。ダイソーさんの商品はこの革ベルトみたいのできていて、ゴムじゃないんですけど、ボタンなのでパッとね外すことができて便利ではあるんですけど、外れやすいっていうデメリットもあります。セリアさんのものに関しては先がゴムになっていて留め具がついているっていうので、外れにくい構造になっているっていうのが特徴になっています。だからセリアさんのものがいいのか、ダイソーさんの方がいいのかっていうのは使う人によってね変わると思います。外れにくいのはおそらくこのセリアさんの方で、頻繁にねつけたり外したりっていうのが多い人はこのダイソーさんのやつの方がねいいのかなっていうふうに思います。はい、じゃあ次。はい、お次の商品はこちらですね。ラージメスティンに入るクリアケースっていうことで、まあこれ見たことあるぞっていう既視感なかなかあるんじゃないかなと思います。はい、じゃんコード。そうなんです。
今まで使っていたのはあの普通メスティンに入るタイプのクリアケースだったんですけど、今回はラージメスティンに入るクリアケース。さあこれはダイソーさんのラージメスティンに入るのか確認してみましょう。さあライバル社のダイソーさんのメスティン1個2個入りました。 SOLOX、 え、これ何？ソックス？はい、しっかり入りました。しかもこんな風に2つ重ねて入れることができます。はい、2つ重ねた時に蓋が入るのかっていうと、しっかり閉まりますね。完璧です、完璧。なのでこのケースを4つ買えば、このラージメスティンの中に4つ合計ケースが入ることになります。実際のサイズは高さが 37mm、 幅が 63mm、 縦が 182mm になっています。でセリアさんなのにダイソーさんのやつに入っちゃったよっていうところなんですけど、これはソロックスなのかソロックなのかちょっとわかんないんですけど、このブランドがねダイソーさんでもちょろちょろ出てるんですよね。浮気者のブランドです。まあ、冗談はさておき、メスティンの中にいろんなものをね入れたいなっていう方はこれ便利だと思います。これなんでと思う方いると思うんですけど、メスティンって使った後拭くだけで実際はちょっと汚れてたりする場合があるんですよね。そんな時にあの中に物を詰めちゃうと他の物も汚れてしまうっていうのが嫌な方は、汚れていない中に収納するものを別に分けて収納できるっていうので非常に便利なアイテムになっていると思います。では次、はい、続きましてこちらですね、コンパクトメスティンに入るクリアケース。これもなんか見たことあるぞって思うんですけど、それが今回はあの小さいメスティンに入るクリアケースが出たということで、早速メスティンの中に入れてみたいと思います。はい、ジャンコード、はい、ダイソーさんの小さいメスティン持ってきました。この中に入れてみるとスポッと入りましたね。もう完璧です、さすがですね。でこのケースの使いどころなんですけど、先ほども説明したラージメスティンのものと使いどころっていうのは似てるんですけど、他にも理由があって、これ揺れるとガチャ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 うるさかったり、メスティンの中に傷がついたりします。そういうところで使えるのがこのケースになりますね。はい、ケースの中に入れただけでだいぶ音が静かになりますね。さっきのラジオも一緒なんですが、これはパカッと蓋が全部開くようになっていて、物が取り出しやすく、で蓋の部分もねお皿として使うこともできるし、もちろんこっちの下の部分もお皿として使うことができるので、食器として使うのもありだと思います。では次、はい、お次の商品はこちらですね、吊り下げストラップ付きのトイレットペーパーホルダー。吊り下げてサッと使えるっていうね。サイズが縦 11.5cm、 直径約 12.5cm のものになっています。色は3色展開です。はい、開けてみるとこんな感じで、まあ、他で売られているようなものと同じ作りになっています。でトイレットペーパーを入れるときはあの中の芯を外して使うような形になります。で真ん中からトイレットペーパーをこう出していくと。でこのトイレットペーパーってめちゃくちゃ便利で、バイクに乗ってる人、徒歩キャンパーの方は絶対持ってった方がいいんじゃないかなと思うんですけど、今少なくなりましたけど、無人のキャンプ場とかだとトイレットペーパーが付いてないところとかもあるんですよね。だそういった時に絶対使えるので、トイレットペーパーっていうのはバイクだったらサイドバッグに入れといたり、徒歩キャンパーだったらリュックの中に一つ入れとくのがいいのかなっていうふうに思います。それでは次、はい、お次の商品はこちらですね、吊り下げストラップ付きのマチ付きポーチということで、これはね中身が見えやすいクリア仕様になってるんですけど、後ろ側はクリアになっていません。そして表側を見るとクリアになっているっていうね、ちょっと面白い作りになっています。はい、いっちゃんコード、これはねなんか2色しかなかったんですけど、もしかしたら3色あるのかな。ちょっと僕が行ったセリアにはね2色しかありませんでした。はい、中を開けてみるとガバッとねこんな感じです。調味料、カトラリー、まあそういった小物を入れておくのにはすごくいいのかなと思います。まあさっきのトイレットペーパーもそうですけど、吊り下げ式のねこういうロープがついているので、ハンギングラックとかいろんなところに吊り下げてあげることができるという便利な一品になっているんじゃないかなと思います。で完全防水にはなっていないと思うんですけど、素材的にはなかなか水を通しにくい素材でできているので、多少の雨とか水しぶき、そういったものには耐えうる作りになっていると。もちろん縫い目の部分からは水が侵入してきたり、ファスナーの部分からも水が侵入してくるので、完全防水ではありませんよという商品になってます。じゃあ次、はい、お次の商品はこちらです。ホットサンドメーカーケース、クッション素材で優しくガードということで、はい、じゃんコード、ホットサンドケースに関してはあのキャンドゥさんでもね出てたんですけど、なんかねいろいろ文字が書いてあったと。でクッション性はねなかったんですけども、こちらクッション性があって、なんとデザインはシンプル真っ黒、他に変なロゴとか入っていません。はい、サイズの方なんですけど 19cm×17cm となっています。実際にファスナーを開けて開いてみるとこんな感じになっていて、こっちがね穴開いてます。はい、100均のホットサンド、これを入れてみます。この場合はスコット、はい、普通に入りますねなんですけど、これファスナー閉めると、はい、こんな風になっちゃいますよね。こっち側開いちゃいます。っていうわけで入れ方としては、お尻の部分をこの穴から出してあげるっていう方が、収納にはねいいのかなっていう気がします。でこのホットサンドを入れた時にも結構余裕があるので、中にはこのつなぎ目の部分がこっち側にビョーンとね突き出てるもの
売ってるんですけど、それに対しても入るんじゃないかなと思うんですが、心配な方はキャンドゥさんのものはここ先っぽの方も穴が開いていてファスナーのタイプじゃないので、そちらを購入した方がいいのかなという気もします。ただクッション性があるので、どうしてもねホットサンドメーカーを守りたいという方はこちらのクッション性のあるホットサンドメーカーカバーを買った方がいいのかなという感じがします。それでは次、はい、お次の商品こちらです。コーヒーフィルターケース、吊り下げストラップ付き、もう何でも吊り下げストラップ付けちゃうセリアさん、マジで最高ですね。こちらのコーヒーフィルターケースはスタンド&フィルターが一緒にしまえるということで、あの円形型のこういうバネバネ式のコーヒーフィルターのスタンドありますよね、これを一緒にしまえるということで、サイズ縦が約 16.5cm、 横が 16cm のものなら収納ができます。はい、じゃんコードで、これ中を開けてみるとちょっとね内側がこんな風に開くようになってます。この部分に何かを入れることができるっていうわけでもないので、これっていうのは製造するときにねしょうがなくこうなってるのかなっていう気がします。で、止めるところはファスナーとかではなくてベルクロになってますね。マジックテープっていうんですか、ベルクロになってますね。これをピッとつけてあげるだけと。はい、じゃあ今まで僕が使っていたこのコーヒーフィルターケースどうなってんのっていう話なんですけど、これファスナータイプですね。これダイソーさんのコーヒーフィルターケースになるんですけど、実はこれにも入れることできます。これ、はい、中にはコーヒーフィルターこんなにたんまり入ってますと。ちょっと黒でね見にくくて申し訳ないんですけど、大きさで言うとだいたいここ3センチから2センチくらい大きさの違いがあります。セリアさんの方がね少し大きめにできています。じゃあ実際にセリアさんの方に入れてみましょう。はい、コーヒーフィルターをスッと入れてと、でこのろ過器っていうかスタンドをシュッと入れてあげて止めてあげるとなるとこんな感じ。はい、どうでしょう。これ選び方としてはかなり際どいところで、ベルクロでバッと取り出してサッと出してサッとやりたいっていう方はこれ結構いいかもしれません。で、かたやこのダイソーさんのも悪いっていうわけではなくて、コンパクトにまとめたい人にはこれでもいいんじゃないかなっていうふうには思います。じゃあダイソーさんの方ね劣っているのかと言われると結構ねこれそうでもなくて、ファスナーもすごいスムーズだし、ガッと開けてあげれば全然中取り出せるようになっているので、まあこれはね好き好きですね。で、どうしてもなんかハンギングラックとかに吊るしたいんだっていう方はこのセリアさんのやつの方が便利かなと思うんですけど、コーヒーフィルターって朝しか使わないと思うんで、好みです。はい、じゃあ次、はい、お次の商品はこちらですね。アウトドアテーブル用ポールっていうことで、はい、じゃんコード。はい、こんなポールになってます。どうやって使うかっていうと、その自分の持っているテーブルとかにねこのネジの部分をキュッキュッキュッと回してあげて、そうするとここ隙間できるんで、テーブルの縁とかにキュッと入れてあげることでフックをかけたりして使うことができるよっていう商品になってます。今のテーブルをもう少し物をかけれるように拡張したいなっていう方はこれ非常にいいんじゃないかなと思います。で、この縁に取り付けられる厚さなんですけど、これは6ミリまで対応しているということで、6ミリを超えるテーブルに関してはつけることができません。その点は注意しましょう。で、耐荷重は 3kg、 幅は約 270mm、 縦が 45mm と、ポールの径は約13mm ですね。これ家とかでもねキッチン周りに結構使うことができるんじゃないかなと思って、これ1個あってもいいかもしれません。色もシンプルでロゴも何も入ってないので、いろんなところで使えると思います。100円はね安いです。じゃあ次、はい、次、さっきから見えてましたけども、これねヒノキのいい香りがプンプンしてくるんですけど、なんと自分で木を削って作ろうシリーズっていうので、セルフクラフトカトラリーっていう名前のそんなアイテムになっています。一応種類がスプーン、スープスプーン、フォーク、サーバースプーン、そしてスパチュラっていうことで5種類出てますね。それぞれジャンコードが違うのでバババッと出していきます。はい、これはスプーンです。スプーンのジャンコード。はい、これはスープスプーンです。ジャンコード。はい、こちらフォークです。ジャンコード。はい、こちらサーバースプーンです。ジャンコード。はい、こちらスパチュラです。ジャンコード。これの使い方なんですけど、使い方は小刀とかもうしっかりしたこうカッターナイフなどって書いてるんですけど、カッターナイフではねちょっと無理だと思います。なので小さめのしっかりしたナイフでどん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 削ってあげると、この際は手袋をして怪我をしないように注意してください。そして削り終わったら粗めのサンドペーパーで削ってから細めのサンドペーパーで削って、次に食用油とか蜜ろうを塗って木材に塗り込んでくださいと。で、おすすめなのは乾燥系の油の方がいいのかなというふうに思います。で、食用油とかだとねずっとヌルヌルしちゃうんじゃないかなって僕は思うので、この点は気をつけてください。僕のおすすめは乾燥性のある油になります。で、次、1日ほど乾燥させて完成です。まあ、これはねキャンプ道具っていうか、実際にキャンプ場に行った時にこういうクラフトをしても面白いよっていうようなアイテムになってますね。ただですよ、これ線書いてあるだけなんですよ。はい、こちらのヒノキ板約 30cm×10cm× 厚みが 1cm、 こちらの板100円で売ってます。なんとこれ見てください、
大きさ的に言うとこんな感じ。つまりこの板を使えばいろいろ自分でクラフトをもうちょっと安くね仕上げることができると。ただこの板で作る方が安くはできるんですが、こちらはなんとフォークの先っぽちゃんと削ってあったり、あとスプーンの丸い部分こちらも削ってあったりと、ちょっと手が加えてあるっていうところが優しくできているっていうね、そういう商品になっています。もしクラフトに興味がある方、ソロキャンプに飽きてきた方、そういった方はもう瞑想するような気持ちで何かものを作ってみるっていうのもおすすめです。では次、はい、お次の商品はこちらです。ローチェア用ミニテーブル、左右どちらの足にも取り付けられますっていうことで、誰もが持っているヘリノックス系のチェアであれば付けることができますよっていうテーブルになります。はい、じゃんコード推奨サイズがこの裏にね書いてあります。直径は約 15mm で、交差角度は約83度、まあ、ここまで測る人いないと思うんですけど、だいたい入ります。で開けてみるとこんな感じで、チェアのここ足の部分にこれ通したら角度がねこのテーブル変えられるようになってるんですね。なので水平が取れてない場所でも、ある程度水平が取れると。で縁がついてるので物もこぼれにくいような形にはなっています。でこれと合わせてなんですけど、ローチェア用ドリンクホルダーということで、こちらもローチェアに取り付けることができると。耐荷重は500g なので、あんまり重いものは取り付けられないようです。でこれも基本的な作りは一緒で、こう角度がね変えられるようになっていると。このシリーズなんですけど、これ90度回すとピュッと取れちゃうんで、あんまり回しすぎるとねポロッと落ちちゃいますので気をつけてください。でこれ使い始めると結構便利なので、いろいろ使っちゃうんですけど、椅子をね移動するときに思わずパターンってね倒れたりとか、あと風で倒れちゃった時もバターンと倒れちゃったりするので、その点は注意が必要です。あとねこれ結構ガサバるので、持ち運ぶ時も車移動の方しかちょっと使えないかなっていう感じで、バイク乗りの僕としてもあんまりこれ持っていくことはなさそうですね。おそらくね一度使ったらその後あんまり使わなくなる可能性高いです。これめちゃくちゃすごいぞ、みんな買った方がいいっていうアイテムではないかもしれませんね。はい、じゃあ次、はい、お次の商品はこちらですね。シェラカップに入るクリアケースっていうこと でケース系のやつとしてはちょっとねこれ古い商品になります。これね4月の新商品っていう、3月2月あたりの新商品だったかもしれません。でこれの特徴はシェラカップにぴったり入って、米がねちょうど1合分入るようになっているので、シェラカップで炊飯する方にはねめちゃくちゃ便利なアイテムだし、メスティンでご飯炊く時でも、お米いろいろ持ち運ぶ時にこれ便利だと思います。で直径が 102mm で、高さが 44mm となっています。で実際に僕のシェラカップケース、これもねセリアさんのシェラカップケースになるんですけど、開けてみると残念ながら私この中にさらにシェラカップケースが入っていて、何入ってるかというと虫除けセット、蚊取り線香を入れてるんですよ。これがねシェラカップケースの中に入ったら最高だなと思うんですけど、ちょっとそれも試してみたいと思います。はい、シェラカップカッパッと、まあそれ入るよねっていう感じなんですけど、キャンドゥのシェラカップなんですけど、ちょっとね動きますね、ガタ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 、ジャストフィットっていう感じではないんですよ。そこがちょっと残念。じゃあ他にこのダイソーさんの折りたたみ式のシェラカップ、これめちゃくちゃ便利なんですけど、最近あんま売られてないですよね。もう生産終了なのかもしれませんけど、どうなんでしょう。はい、それはさておき、これも入れると、はい、やっぱカパ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 動いちゃいますね。じゃあ蚊取り線香ね、これ小さいサイズのやつなんですけど、これが入るかっていうと入んないんですよね。これちょっと残念です。まあというわけで僕の場合はね、これなかなか使い道難しいかなと思うんですけど、とりあえずこのシェラカップ折りたたみ式のやつと、セリアのこのケースを使えば、こうカパッとね全部かぶせて外に何も出ることなくこの中に、収めることができるっていうね、こういう使い方もできるので、もし気になる方はこれチェックしてみてもいいのかなと思うんですけど、まあ、他にもね僕こういうクッカーセットをおすすめしてますので、もし興味のある方はこういうクッカーセットもあるよっていうのでちょっと見てみてください。それ見るとねこれあんまりいらないかもしれないですっていう気に僕はなっちゃいますかね。はい、 あともう一個ねこれ便利なところがあって、ここちょっと線がピッて入ってます。この線まで入れるとちょうどお米が1合分入るよっていう線になってるので、そういう測りとしても使えるので、そういったメリットはあります。じゃあ次、はい、お次の商品はこちらです。ポール用フック3点セット、耐荷重 1kg で、耐用ポールサイズ直径 13mm。 そうです、これは、はい、先ほどご紹介したこちらの商品にドンピな商品です。どうやって使うのかというと、これまあ普通のフックですね。パチッと、他のフックと違うところはこれ動きます。動くんですけど結構ね固く入るので抜けないっていうところがポイントになります。抜くときにはグッと力を入れないと取れません。なのでこのフックの部分に物をかけて、これを取るときに一緒にフックもポロンと落ちちゃうっていうことはないんですよね。あとハンギングラックにつけれるかなと思うんですけど、このフックの取り付ける部分の直径が小さいのでハンギングラックにはつけることができなさそうです。はい、じゃあ次、はい、お次の商品はこちらです。カラビナキーフックバンジーコード付き、カラビナ仕様でロープが外れにくいっていうフックになります。これまた色が3色展開でバリエーションがあります。で使い方はペグとロープの間に挟んで使うものになります。ガイロープなどに使ってあげる
ることによって風からのショックを吸収してテントやタープが破れにくくなるっていう効果があります。ただ台風などのあまりにも風が強い日などに使うとこのバンジーコード自体が切れてしまう可能性があるのでその点は注意が必要です。はい、お次もカラビナフックシリーズでカラビナキーフック巻き付けベルト付きということで結構ねこれ系の商品あるんですけど、はい、じゃんコードで、これはマジックテープでビリビリと剥がせるようになっているので、ハンギングラックやポール、ランタンなどを吊り下げる時などにも非常に便利なアイテムとなりますので、一つ持っているとここぞという時に使えるアイテムになると思います。では次。はい、お次の商品はこちら、食器バンド四角 S サイズっていうことで、今までもこのパターンのものありましたよね。ただそれは3点方向にしかゴムバンドが付いていなかったので、四角い食器には使えなかったんですよね。はい、ジャンコード。他にもね、これ工夫次第でいろんなことに使えると思いますので、もし皆さんいいアイディアがあれば、ぜひコメント欄の方で教えてください。で、今回購入したサイズは S サイズで、サイズは約10センチ×10センチ。幅は約 1.2 センチのサイズのものになります。次。はい、お次もまたケースシリーズ出てきましたね。これね、かなりいいんですけど、折りたたみ焚き火台収納ケース A4 サイズということで、これ何が入るかというと、そう、あのピコグリルとか、パチグリルと呼ばれるものありますよね。あの焚き火台がぴったり入るサイズのものになっています。焚き火台を購入した時についてくるケースもどんどん汚れたり破れたりしてきて劣化してくると、そんな時に助かるのが100円のこのケースです。はい、これ中の方を開けてみると、しっかり中の方も処理されていて、すすや灰などの汚れが外に漏れていかないような工夫がされています。ブラックで大きなロゴなどもないので本当にシンプルでブラックギアで固めたい方にはぜひ持っていただきたい商品かなと思います。焚き火台でついてくるカバーとかってグレーとか変な色のものが多いんですよね。これは焚き火シートとかも入れておくことができると思うのでかなり重宝しそうです。サイズは約 35×23cm になっています。じゃあ次。はい、お次の商品はこちらですね。網。はい、なんちゃことない。これただの網なんですけど、まずこちら。ラージメスティンに入る虫用の網になります。こんなのね、もう持ってるし、どこの100均行ってもあるよって思うんですけど、何がすごいかって価格です。ダイソーさんのやつは確か200円とか300円くらいするんですけど、これ100円です。なんで100円なのかっていうと、これ多分企業努力がものすごい見えてくるんですけど、余計なもの一切ありません。袋に包んで、この厚紙が1個ポンとついているだけ。もうすべてを削ぎ落とした最高にシンプルな梱包になっていると。はい、今日は頻繁に登場する L サイズメスティンダイソーさんのものです。これに入るのか。はい、入りませんっていうことで。これもトランギアと同じくらいのサイズのものしか入らないようです。購入するときは自分が持っている L サイズメスティンの大きさを確認するようにしましょう。で、サイズの方は約 19.5×12.3cm、高さは約 1.2 センチということで、これはね、相当ダイソーさんを意識している作りなんじゃないかなと思うんですけど、皆さん怒らないでください。セリアさん100円で頑張ってます。本当の真の100均はセリアさんなのかもしれません。はい、じゃあ次。はい、次こちらですね。同じ網です。これは丸型ネットっていうことで、直径は12センチなので、12センチのクッカーに入るということです。これで蒸し料理とかそういったものできるようになりますね。はい、じゃんコード。はい、こちらはキャンドゥさん1200円のクッカーセットなんですけど、こちらのクッカーセットに入るかどうか確認してみたいと思います。はい、こちらは鍋小の直径12センチのものになります。これに入るのかどうかちょっと試してみたいと思います。えっちゃーん、入りません。直径12センチ同士なので当然といえば当然ですね。残念です。キャンドゥさんのこともかなり意識しているようですね。じゃあ他のこの直径14センチの鍋はどうかというと、それ入りますよねっていうことで、ただね、こうガタガタしちゃうと、いや、これはちょっとね、また使うクッカー皆さん検討した方が良さそうです。はい、というわけでいかがだったでしょうか。どうせ100円の商品ばっかりで使えないんだろうと思ってクソクソに言ってやろうと思ったけど、網を除いてはほとんどめちゃくちゃ使えそうでした。ありがとうございます。ただこんだけ紹介してきて、今分かっている中で一つだけ手に入らなかったものがあります。それがドーン、こちらのオイルボトル 40ml タイプのものが発売されているらしいんですけど、手に入れることができませんでした。なんでうちの田舎には売ってないんだよ。ゆっくり気長に待ちましょう。え、今何か言った？今言ったよね。何にも使って紹介してねえじゃねえか、分かりにくいんだよって言った人いました？今聞こえましたけど誰ですか？というわけでこの商品の中でなんか使えるなと思ったものを厳選して持ってキャンプ行ってきます。もしそのキャンプ動画見たいと思った方はこの動画に高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。あとベルマークもしっかり押して次の動画見るようにしてください。あと最後にすごい大事なことなんですけど、セリアさんって電話での在庫確認はダメなんですよ。まあ、よく考えたら分かりますよね。これだけ商品安く作ってるのに電話対応で人手が割かれちゃったら、もうそれ商売上がったりだと思うんですよね。きちんと足を運んで店員さんに確認してもらえば、ちゃんと対応していただけますので、この100円の商品1点でも買ってあげてください。よろしくお願いします。はい、というわけで今回はセリアさんの商品クソボロに言ってやろうと思ったけど使えない商品2点だけでした。ということで今回の動画以上となります。あとね、コメントもね、よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。したっけ。